どうもしょぼキングです。今日はですね、約半年ぶりにしょぼんのるきみというゲームに変えてまいりました。この超鬼畜ハートフルアクションゲームに帰ってきてしまいました。普段僕はマリオメーカー2を実況しているんですけど、それを見ている方でも違和感なく見れると思います。で、1と2も以前にもやったことがあって、まあめちゃめちゃ鬼畜でしたね。わーわーギャーギャーと騒いでしか言わないでした。まあ僕がこのゲームをやるとそんな言葉しか出ないからな。それでもいい方は見ててください。じゃあやっていきますか。そしてスペシャルモードっていうのが左下にあるんだけど、あー選べれないな。多分2周目とかからできるようになるんかな。まあ最初は普通にやっていくね。来た来た来た、懐かしい。懐かしさで涙が出そうになってないね。でこのハムスターがあるじゃん。このハムスターはセーブ機能なんだよね。で右、いや左のこの宝箱気になるな。これなんだろう。開幕爆発。これこれ、待ってたよしょぼんのるきみ。こういう理不尽なあられ方ばっかりするゲームなんだけど、これ乗っていいのか。一旦とりあえず乗ってみようか。まあ最初だからな、絶対どっか連れて行かれる。パーン。この大砲を見たらさ、ドンキーコング思い出さない。じゃあ飛び越えていいのか。まあ浮き輪つけてるもんな。あー浮き輪の意味よ。え、なんのための浮き輪してんの。じゃあ、え、これどうやってじゃあ行けばいいんだろう。なるほどね。なんかジャンプ連打したら浮くことができるんだよな。だからジャンプ連打してって右側に行けっていうことなんじゃない。だからここでジャンプ連打、オッケーオッケーオッケー。そしてこのクジラの右側に行けってことか。でクジラの上にスイッチみたいなのがあるけど、一旦セーブしておこう。でスイッチを一旦踏んでいいのかな。これまたパーンってか上へ飛ばされるパターンなんじゃないの。一旦踏んでみようか。なんだそれ。ちょっと待ってね、このクジラよーっと見たらめちゃめちゃ可愛くね。ちゃんとチークも塗ってんの。もう口もニコってしてるしさ。このしょぼんのるきみん自体のゲームがあるじゃん。これ一つ一つキャラクターがめっちゃ可愛いんだよな。この看板はザ・エンドって書いてるね。じゃあ右側のウニみたいなの当たっていいかな。押し出せるみたいな。そんなことはないよ。なら上だ、上のウニを触ろう。そうすれば先に進めないよ。進めないよじゃねえんだよ。こっからマジでどうすればいいかわかんねえ。あ、スイッチをしてあの樽に乗ってみる。それが正解なんじゃない。いや戻れねえな。いやもう積んだじゃねえか。これ連打したらさ、どんどん上に上がるとかないかな。頼む。いやもうキーボードで連打ってめちゃめちゃきつい。無理。ならもう方法は一つだ。このスイッチを押した瞬間右に逃げる。ちゃんと踏め。ちゃんと踏んだ瞬間右に逃げたらバイ。踏む。そしてすぐ右に行く。あー、これでウニがいなくなってるってことね。さあするな。どうすりゃいいんだ。じゃあ何それ、それやめろ。そういうのさ、めちゃめちゃ優秀なディフェンサーだな。え、これどういった。あー分かった分かった。チョビジャンしてからあいつが着地するタイミングでこっちが右にジャンプ。オッケー。いやこれむずいな。ナイス、ここでセーブポイント。で次はこれどうやっていけばいいんだろう。あーこういう感じね。 1,2,3,4,5。 あ、これを覚えて右の陸地まで行けってことか。どのタイミング、次1が出た時にジャンプしてみよう。6はなかったもんな。5、はい、あ、6、あ、6まであるね。ジャンプ、ジャンプぐらいせえ。キーボードでやってるからさ、めっちゃ操作感が難しいんだよな。3、それを言い訳にさせてください。で5、話が違うじゃねえか。9、10、10まであるのね。オッケーオッケー、了解了解。じゃあ10までのもう行き道は分かった。多分これでいけると思うよ。海の底へな。1,2,3上、4がこの右で、左からのちょい左6で、ちょい左7の右が8。オッケーオッケー、こっからもうジャンプでいけるんじゃない。ナイス。そしてここは中間ポイント取って、これバネ乗っていいの。下正解なんだい。今度は下が正解みたいな。頼む。アザラシアザラシじゃないのよ。この海賊船みたいなやつ乗ってんの。一旦下から行ってみる。こっからジャンプ連打でこのタンコブ触れていいのかな。痛くない、アザラシくん。大丈夫、僕が痛いよ。タンコブに触れない。船の底ギリギリを攻めて行ってみようか。そしたらね、多分行けると思うんだけど。オッケーオッケーオッケー。そして右側にはワープゾーンがありますけど、このワープゾーン入った瞬間やられるとかないよな。大丈夫だよな、信じてるよルキミ。ギャー、ちょっとこっち気になんない。乗ったらどうなるんだろう。あ、何もなんないね。え、このまま進んでえ、どっちが正解なんだ。向こう宝箱みたいなのあったよな。セーブしてしまったから一旦こっち行こうか。待て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 、こんなのいつもマリオやってる僕には簡単だぜ、へっちゃらだぜ。だから一発で決めていきたいと思うぜ。ここもかわしていけない。さあ5分、待て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 、
あぶねえ、もう一回やられた頃だった。よし、次はちゃんと。けっ、けっ、けっ。みんな、マリオよりむずけ。ちょっとガチでやるわ。そのせいで無言になってしまうかもしれないけど、そうなってしまったら本当に申し訳ないと思っていません。さあ、ここも一旦かわしてこういけばいいんじゃない？ OK、OK、OK、OK。そしてこの先は、あぶねえ、針に当たるところだった。ちょびちゃん、この針飛んでくるとかそんなことはないよな。ここだ。そっか、マリオと違ってさ、なんていうのかな、右とジャンプしたらこれ止まるのよ。マリオってさ、そのまま感性がついてるから、なんか右に行くじゃん、こういう風に。それを、なんだこれは、なんか真ん中鍵があった。だこれ、真ん中の鍵を選べっていうことなんかな。多分一番右に合ってると思うんだけど、これなんじゃない？で、どうやって取るの？あー、上ボタン押したら取れた。で、鍵を取って、おにぎり、おにぎりってなんだ、おにぎり取ったらまずいんだろそれ。おにぎり、あ、さっきと鍵の位置変わってる。次、3番、1番で、2番、多分2番でいいと思うんだよな。これが鍵でしょ。 OK、OK、OK、OK。 で、しっかりと次、おにぎり避けていこうか。このおにぎり、マジでむずいんだよな。はい、で、鍵取っていく。食べるな。1、3、2、1、3、2、ここだ、鍵は。 OK、 次こそしっかりと避けていく。はい、はい、はい、オッケー。今度はおにぎり取ってないよ。次は何が起きるんだい。え、次2番か。わかんねえ、早すぎるでしょこれ。お、3分の1なんか。僕3分の1なんて絶対に当てれないよ。頼む、3分の1の純情な感情、壊れるほど愛して。2回目がマジでむず。2番でしょ。1、2、絶対わからんって。頼む、3番。わかったよ、1番か2番だ。当たり前なんだよ。集中しようじゃないか、ピオキング。そうすれば簡単に見分けることができるさ。今2、3、2、3、3番だ。3番できっと鍵がある。よっしゃ、次はなんだ、パンでも飛ばしてくんのか。いや、なんか倒したっぽいね。相当苦労した。そしてこの次に進めるっていうわけか。さあ、セーブをして。これなんだろうな、これどうやって行けばいいんだろう。あ、これジャンプ連打で行けばいいのか。 OK、 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 OK。 まあ、こんなのは簡単だと思うんだよ。なんだあのワカメは。いや、ワカメより後ろのサメよ。めちゃめちゃ速くなかった。じゃあここはちゃんとワカメを避けていく。そんで、あのサメめちゃめちゃ速いけど大丈夫？このままシャボンのルグミ逃げれるのか、ワカメ。この音楽さ、 USJ のジュラシックパークとかで流れてそうじゃない？ちょっとカリブ感あるよね。あいつがマジで速いんだけど、避けれるかな。あのワカメちょっと狭いところにあるのがきついけど。あなたちょっと速くないですか。あのワカメがバネるってことはこれを利用すんじゃないかな。当たって、いや、やっぱそういうことか。めちゃめちゃ速い、まあ、これさえ分かってしまえばこっちのもんだよ。おしよしよし。そしてこれは、なに、もうセーブは無理だな。なんだこれは、なんか右に行けるんだ、シャボー。このね、ワカメの加速の方法さえ知ればそんなに難しくないよ、ここは。くっ、よっしゃ、オッケーオッケーオッケー。そして、行き過ぎ行き過ぎ、先にセーブがしたいな。いや、こっちまで来る。あー、セーブは、僕にセーブをくれ。よし、危ねえ、絶対やるんだと思った。じゃあここでセーブをして、これ乗ってよかった。右に行くのとこっちどっちが正解なんだろう。いや、絶対こっちはダメだ、頼む。いや、どこここねえ、セーブしておこうか。え、このイルカちゃん乗っていいのかな。一旦乗らないで下に行ったらザ・エンド。イルカ、何をしてくるんだ。はちゃめちゃな動きをするんじゃないのか。わかんないのよ、急にそんなことされたって。じゃあここはジャンプしてこの針をかわせってことね。全然ぬるくないね。ビャッビャビルルルビャビャラビルルビャッビャビャビビ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 ジャンプのタイミングが難しいんだよな。イルカが下がってる時はジャンプしていいんだけど、浮いた時はジャンプできないみたいな。だからタイミング、これはチョビジャンでいいのかい。今のとこチョビジャンできる。イルカちゃんってまずチョビジャンできるのかな。ちょっと試してみようか。ここでチョビジャンできるのね。ペペペペ、それさえ分かればもうすべてこっちのもんだよみんな。だから見ててみんな、僕は
はこれからたくさんやられるわけではないんです。だから見ててね、本当にね、次で最後さ、これでね、いけなかったらカットする。だから見ててね、こんなの無理じゃんか。ドゥルルドゥルルドゥルルディ気をせるやろ大丈夫かよ。ドゥルルドゥルルドゥルルじゃねえんだよ。ドゥルル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 。真面目にやっていこう。キモいと思った方チャンネル登録しないでください。これから先もキモい僕を見続けてね。ここはどうすればいいんだい。下から行くのが正解だ。そういうことだ。なんだこのウニは。どう襲ってくる。ウニリリリリ。あそこのウニに行くまでめちゃめちゃきついのに。いや意外と簡単に行けたな。見ててみんな、次こそあのウニを渡ってみせる。ここだ。こんなの無言になれば簡単にクリアできるんだ。ビビ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 ビなんか行っちゃったね。なんか行けたよ。こっから先は中間ポイントがあって、でかい宝箱と小さい宝箱。僕は謙虚だからね、小さい宝箱を選ぼうか。何も入ってないよ。でかい宝箱の方に何が入ってるのかい。キモすぎやろ。どうすればいいんだ。じゃあでかい宝箱に近づいた瞬間左に逃げようか。これかわすとこある。いや絶対ないよね。これだこれだこれだ。そうじゃねえかなと思ってた。だからこん中に入ればいいんだ。オッケーオッケー。そしたらこのコインが交わせるっていうことなんじゃない。早くどっか行って。コインいつ切れんだろうな。あーなるほどね。こっから切れて何すんだ。そこまでされたらね、何でもありになっちゃうのよこのコース。じゃあ一旦出れって感じね。ここで左行って、はーい、間に合ってないね。もうちょっと早いタイミングで左に逃げる。これで、あーコインに当たってんのか。なるほどなるほど。じゃああまり早く行き過ぎてもダメってことか。いやコインを出せ。何やってんだ。コイン出さなきゃその宝箱の中に入ってる意味がないんだって。これ難しいな。じゃあタイミングが、このタイミング、そしてここ。おーしよしよし。そして下に中間ポイントがないね。ゴート、多分ヒントをくれるんだろうけど、これちょっと写真撮っていい。フェイス ID 開いて。 OKOKOK、OK, OK, OK、ちょっと写真撮るから待っててねと。はい、今3枚ぐらい撮りました。で一旦この先に行こうか。でこれなんだろう。うわ、わかんねえ。星のマーク、なんか音符みたいな感じだよね。なんかドレミファソみたいな。でクジラのマークとなんかマウスポインターみたいなのがあるけど、とりあえず先行ってみていい。でここでセーブポイント、でここのワープゾーンでしょ。そして次はクジラさんにやられました。今やられてよかったと思ってるよ。この上すごく怪しくないか。ちょっと待て。なんか右あるよ。え、なんかすずちゃんがいる。え、このすずちゃん、すーちゃんは何をしてくれるの僕に。ラストトラップヒント、これもなんか音符鍵盤みたいな感じだけど、なんだってね。じゃあこの宝箱は何なんだ。ポテト飯テロ。ゴって書いてるね。あのゴって意味は何だろう。ポテトはどういう時に使うんだろうな。じゃあここは左を失敗。危ない。僕はこっから先行けれません。あ、こっからなってる。このポテトがセーブポイントになってるみたいな。いやまあぶっちゃけどっちでもいいよな。じゃあここは一旦この場所に追っておいて、さっきのヒントを考えてみるわ。みんなさっきのヒントがあるじゃん。あれ音符の読み方だと思うんだよね。で僕音符の読み方全然知んなくて、で Google で調べたら空見れどれどれっぽいんだよね。たださ、どこにさ空見れどれどれする場所があるんかなみたいな。まあ、このクジラの口が鍵盤みたいな感じになってると思うんだけど。なるほどね、これが音出るのか。ただどこがど、
いや、わかんねえ。これ音楽やってる方だったらすぐわかるんだろうな。どこがドでどれが目とかさ目とかないんだけど、ちょっとできるまでカットするわ。ドドドシラソソラドレミドレドレドレ、きためちゃめちゃ苦労した。もうどこがどどかわかんないからずっとそれで、ね、鍵盤、場所どこドレミみたいな感じでさ Google でずっと調べてて、あーすごく楽しかったな。まあ多分これ2周目もあると思うんだけど、こんな場所あったっけ。これね、場所があるところが表示されると思うんだけど、あーこんな場所あったな、あったな。で多分ステージ2もめちゃめちゃ鬼畜になって、ステージ2というか次の2周目はめちゃめちゃ鬼畜になってくると思うんだけど、こんな場所とかなかったよな。前作のも入れてる感じかなこれ。いやそういうのはないと思うんだけど、なんかこれネタバレになりそうじゃない。だからエンディングは2周目にして、ここはカットしたいと思います。二段ジャンプでポテトが集められるようになったということは、次から二段ジャンプができるようになって別の場所に進めるみたいな、多分そんな感じだと思うんだね。さあ2周目やっていこうか。さあ2周目始めたんだけど、こっから二段ジャンプ、あ二段ジャンプできる。あじゃあこっちも行けるってことかな。お、なんか速攻宝箱があった。さっきのポテトじゃん。え、こん中はじゃあポテトではないよね。はいはい、わかった。じゃあこのポテトを1から何個あるかわかんないんだけど、それを全部集めれってことなんじゃない。だから2段ジャンプができるようになりましたみたいな。罠とか全部一緒だとは思うんだけど、まあ、一緒だったら全部カットしてもいいよな。なんでここだけ調べていい。この場所は、あ、やっぱ一緒か。なんでポテトがある場所までカットするわ。ビャー、やめて。でさっきさ、ここアザラシがいたと思うんだけど、この右側に宝箱があったのが見えたじゃん、一瞬だけ。多分あれがポテトなんじゃない。それにかけてこっちに行ってみようか。多分このワープゾーンに入って、忘れてたよこれ。どうにか上に上がんないから、キーボードだから連打がきちい。上がれルキビ。浮き輪はそのためにあるんだろ。何のための浮き輪だ。ここ入った瞬間もう連打しておこうか。入っても連打しておく。オッケー、これがポテトなんじゃない。オッケー、3 2は1取ったでしょ。2はどこ。マジで2が分かんない。ここ一旦上行ってみようか。あ、またこのイルカちゃんね。いや、こっち行ってみようか。右側に行ったらワンチャン2があるとかはないな。おに右行っても、いや、どこ行ってんの。今僕左押してんだけど。いや、どうしよう、このままイルカに乗っていこうか。いや、落ちる落ちる落ちるよ。オッケーオッケーオッケー。で一旦イルカに乗っていって、いや難しいこれ。はいはい、イルカちゃん登場しました。ジャーンプ、そしてここからジャーンプ。さあここも一発で行くよ僕。ジャーンプ、なかなかうまいね。こんなもんよ、もう一回やっちまえばこっちのもんだ。ここもショージャンからのジャーン。ビャーリャビービブー、ビャー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 ビービービャービャードゥ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 バーン、ビャービャービービブーブー、ビャービャービョービョービョービャーン、ビャー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 ビー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 、ショージャンできないよー。ビャー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 。もういいんだってこれ。さっき使ったじゃんこのネタ、2回も使いますな。次からちゃんと行くよ。いけませんよ。しゃ、このゴールは変わってないよな。普通に一旦ジャンプして、多分この杭を避けろってことなんかな。多分そんな感じだろうね。そしてここで怪しそうなところはなんか右に行けそうだな。多分あっちに行けばいいんじゃない。だから一旦宝箱開けておく。でコインを避けて、これ一発で行けるかな。もう何回もやられてるかな。ここ一発で行きたいね。ちょっとガチで集中していい。そのせいで黙ります。ここだ。いやー、よしよしよし、あ、これ行ける。そんな優しいことしてくれんのね、ありがてえ。じゃあ次は多分ね4じゃない。あ、やっぱ4だ。え、2は、え、2どこにあんの。え、セーブしていいかなこれ。うわ、どうしよう、またあのイルカのとこ戻っちゃうもんな。今度のはさっきと一緒っぽいよなこれ。一応写真撮っておくか。はい、写真撮ったからもう先に行くんだけど、一旦セーブしておくか。で右もなんか実は書いてるみたいな。あ、これが5でしょ。
うん、5はいいんだけど2がないんだよな。このラストトラップヒント、あ、これさ、さっきの鍵盤、あー、はいはいはい、そういうことだったのか。上のヒントとさっきのクジラのオープンのマークがあるじゃん、あれをクジラすり合わせば結構簡単に謎が解けたんじゃないかな。 Google で調べるまでもなく。で、2が手に入れてないんだよな。え、これでどうしよう。あ、戻ってるからいいのか。じゃあ一旦2を探してってみるね。この海賊船の中のどっかにありそうじゃない。まあ、またこのバネか。いや、でも今度2段ジャンプあるから結構簡単にクリアできるんじゃない。くっそ、バネーもう邪魔すんだって、バネー。2段ジャンプに頼り切ってるから逆に行けなくなってる。オッケー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 。そしてこの次は確かボスだったよな。え、この先ある、なんか行ける場所が、あ、なんか右上みたいなところがあるけど、やべ、鍵見てなかった。左上も行けるんだよな。ですよね。まず最初に鍵をちゃんと見よう。なんか最初から早くない？さっきそんなに早くなかったやんか。どこ？頼む！3分の1あって、ボケー。左、真ん中、1番か2番のどっちか、もうわかんない、適当で合ってて OKOKOK、OK OK OK。そしてこっからなんだけど、右上行けそうなんだよな。ちょっと行ってみようか。あ、やっぱあった、オッケーオッケー。なんだわかめー、かおにぎりはよけたけど、ここで僕はずっとこうしてればあの子はいなくなるとかそんなことはないよね。だから落ちようじゃないか。まあセーブ取ってるもんな。このまま先に進めばポテトの2個目が回収できると、そう思いたいな。このワカメには当たらないようにしていこう。こんなの余裕さ、やめろやめろ、そういうことは。なんでワカメがそこまで跳ねるんだ。もうすいません。こういうのめちゃめちゃ好きなんだけど、タイミングタイミング、ここだ、ナイス、行き過ぎだ。よっしゃ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 、いったいったいった、これがポテトの2個目でしょ。で、この状態でゴールすればないんだ、かわいい。やべ、セーブし忘れたけど、すぐセーブがあったね、大丈夫。で、このまま右に行って、さっきのクジラのところまで戻ろうか。あー、またここね。僕が無言でやった時の実力っていうものを。さあ、戻ってきたよ。あ、あじゃねえんだよ、砂が出てしまった。ここでさっきのコマンド入れてみようか。ソラミレドレドレだったね。ソラミレドレドレ、よっしゃ。いや、パーフェクトクリアなんだけど、え、これでいいのかな。ポテトは、ポテト今5個ちゃんと集めてきたよね。これでなんか変わってるとかあってくれたら嬉しいんだけど。エンディングかな、エンディングだね。さっきと一緒だね、これ。え、ポテトの意味は何。あ、分かったかもしれん。最初始めるときさ、なんかスペシャルステージみたいなあったじゃん。多分そこに行けるようになってるみたいな、ポテトを集めることによって。多分そうなんじゃない。いや、それに期待しよう。そしてさっきはもうここカットしてしまいましたけど、今度は全部流していきたいと思います。これさ、1の1だよね。なんか最初おにぎりとかあったもん。1の1って言い方おかしいな。マリオじゃねえんだから。まあ確か1代目の、ショボンのルキミンっていうのかな、にあんな感じのコースがあったんですよ。で、ここはまだ見てないよな。出演ポムコ、サメ、イルカ、ヤギ部長っていうのか、あのヤギは。それはそれで可愛いな。スズコちゃん、出演スズコちゃん、スズコちゃんじゃ、あのスズモッチョ人やか。うわー、かわいいね、名前がスズコちゃんって言うんだ。じゃあ、あれだがちスズちゃんって言ってたの僕間違いじゃなかったんだね。ここまでプレイヤー、違う、ここまでプレイしてくれた素敵なプレイヤー、あなた、どうもありがとうございます。これは次4まであったっけな。確か5がなかったんだよな。だからまたいつか4、5とやっていきたいと思います。ちょっと噛んでしまったね。見た目は可愛いハートフルアクションゲーム、ショボンのルキミン、 You are perfect ショボン。さあ、これで次のエクストラステージいけるんかな。頼む、行ってくれ。二段ジャンプでポテトが集まるようだ。知ってるよ、それは。今集めてきたんだよ。そのエンディングだろ、これは。ほらほら、やっぱりスペシャル。あ、なんでザ・エンドになった。今カーソルを移動してただけなのにさ、あの右下の針に当たってやられるとか、そんなことがある。まあいいや、こっからスペシャルモードにどういくかって言ったら、多分マウスでクリックしていこう。お、やっぱり1の1だ。
いやだから1の1っていう言い方っておかしいんだって。これ最初のやつだ。じゃあこのおにぎり取ったらあのデブになって下にやられるですよね。はいはい、また1の1をしろっていうことですかね。二段ジャンプはないのね今回。これは、花火になるだけですね。来たね花火だ。これ上行ける？あー上行けそうにないか。じゃあ下から、なに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 、これ避けれんのか。この針上がってこない。いや大丈夫。わあってんじゃん。いやこれなんかエンディングで見たなさっき。じゃあここはジャンプしてはタラちゃん。みんな今さ間違ってエスケープキーを押してしまったんだよね。そしたらこのゲームが閉じてしまってめちゃめちゃアップになってしまったんだよな。え何これ、下わかんないんだけど、どこ行けばいいのよ。えこれ直んない、え直んないんだけど、えどうしよう、次の場所にどうにかして行ったらいけるみたいな。いやわかんねえし床が見えないもん。えどうしよう、いいよこれポイじゃないんだって。わかったわかった、ここは確か左に左だったよね。オーケーオーケーオーケー、ここから右にジャンプしていけばいける。お、なんかいた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 、これで戻った。ちょっと一旦戻ってみようか、どうなってたんだろう。ああここにさあれがあったんだね、隠しブロックが。ここでジャンプしてこれたっていうことか。なるほどなるほど。さあここでセーブを取って、これ僕見たことあるよ、ワンで見た、ここでマウスで移動ができないよ。これどうやって移動すんの。とりあえず右に進んでってみようか。やっぱ邪魔だよな。お前が移動すんのかルキビンちゃん。あなるほどね、ルキビンをなんか上下したら移動してくれる。じゃあこのまま進んでって、これ落ちることできるんかな。落ちることはできないね。そしてこの宝箱めちゃめちゃ光ってんじゃん。色が怪しいけど大丈夫か。この宝箱取ったらやられるとかそんなことはないよな。やったよっしゃいやめちゃめちゃ楽しかったね。まさかスペシャルステージがさ1作目の改造版だとは思わなかったね。これねパソコンの無料のゲームなんだけど、ぜひね気になった方はやってみてください。マジで無料のクオリティとは思えないぐらい音楽もいいし楽しいから。どうもご視聴ありがとうございました。あーなるほどね、ここでシャボンのルキミー4も応援よろしくねってくるとか。いや本当に素晴らしいゲームを作ってくれてありがとうございました。めちゃめちゃ楽しかったです。またいつかねシャボンのルキミー4もやっていくかもしれません。あ半年後ぐらいかな、また期間は空けすぎなんだよ。まあそんなに期間は空かないうちにやっていきたいなと思うんで、またこの動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。